県所沢市でドローンを使って上空からの生育状況などの確認が行われました。所沢市は特産の里芋の栽培に最新の技術で効率的に農業を行うスマート農業を取り入れようと、この取り組みに費用の一部を補助しています。この時期の里芋は人の育つほどに成長するため、畑の中心の方が確認しづらいということで、4メートルほどの高さから撮影された映像を見ながら、食べましょう。入念に確認していました。ドローンなどを活用しながら上から見ることによって、より、効果的な効率的な生産につながるのかなというふうに感じています。そういうあんなで、ね、え、あんなで、ね、何が醤油これ飲んじゃう。じゃあ方眼に買ってきたよ。よいしょ、はい、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。はい、今日は千葉県我孫子市我孫子駅前の広場に来ています。しゅとけんくん、今日はカッパのお皿がついちゃってます。我孫子と関係があるみたいですよ。後ほどお伝えします。はい、さて天気ですが、今千葉は雨は降っていませんが、神奈川では発達した雨雲がかかっているようです。その他の地域も夜にかけて雨の可能性がありますので、念のため。これなんでこれ、明日の薬ないの、夜の分なんであんなところに薬入ってるの。ないんだよ。え、なんで、なかったんだよ。なかった、うん、間違えて飲んじゃったんじゃなくて、うん、日曜日の夜なんて薬空っぽだったんだけど、朝は感じませんし、風が吹くとも結構涼しいなと感じますね。今日は東寄りの心地いい。月曜日の夜はなんで入ってんだろう。さて、わかんねえ、移したのかな。今週の土曜日には、この近所にあります手賀沼公園で我孫子カッパの間違えて入れなかったんでね。いや、売れたったよ。あった、うん、と言われていて、我孫子では深く親しまれているそうなんです。今日はそのお祭りのイメージキャラクターのアギカちゃんと、そして実行委員の佐藤茂子さんが来てくださっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さん、この素敵な踊り何でしょうか。はい、こちらカッパ音頭と言います。はい、こちらの得意な踊りなんですよ。鹿ちゃんとっても可愛いです。当日はどのような催し物が行われるんですか。はい、こちらは3年前の写真、お祭りの写真なんですね。カッパ運動、アビシルブで、うん、アビコ、市内の千葉県アビコ市出店や地元の団体の本当バンドリーか、バンドリーお越しください。ありがとうございます。それでは最後にみんなでカッパ運動踊りましょう。それでもアビコってカッパなんだね。カッパ、うん、お返しします。目が明らかでしたね。そしてカッパもまた似合う。見てしまった。では詳しい気象情報、船木さんお願いします。アビコの、ね、風が心地いいということでしたけどもね、気温が下がってきているんですね。今日お伝えする3つの項目では見ていきましょう。一番上からです。朝にかけては涼風とありますが、昨日もお伝えしたように涼しい空気が関東各地流れ込み始めていますね。というのもこちらちょっとご覧ください。茨城県の神栖市の今朝の朝焼けの様子なんですが、綺麗でしたね。注目したいのはここの煙突から出ている煙です。画面の左側に朝はこう流れてきましたね。これ昼になると変わってました。正午の時点では画面の右の方に流れていますね。そう、風向きが変わったんですよね。朝は南風が吹いていたのが昼には北風に変わってきたということが、煙突の煙を見てもよくわかると思いますが、この北風、今関東各地、今北東の風として吹いています。この時間の風の分布状況を見てみますと、その茨城県雨が降って風変わったのかね。通って東京、雨が降ったら涼しくなったじゃん。こういう形で北東の風が吹いています、ね、比較的涼しい空気が関東各地に流れ込み始めています。ですから明日朝は気温下がりそうですね。すごい雨だったみたいね。大した降りじゃなかったよね。あ、そうなの、こっちは、うん、
東京都心も22度など25度以上という表示はありませんから、熱帯夜解消ということになりそうです。今夜は冷房なしでも実施されているそうですね。では2つ目の項目見てみましょう。都内はなんかいきなりの雨でびしょびしょになっちゃったって言ってたよ。どんよりとした曇り空で雨の可能性もあります。天気の分布で見てみましょう。明日朝は曇りまたは一部雨という予想です。今神奈川県内なので少し雨足強まっているところもありますが、明日降る雨は比較的しとしと、もしくはパラパラポツポツ程度の雨ですね。日中もどんよりと雲が広がって念のため傘があった方がいいという一日。夜にかけても晴れの表示はほとんどありません。この辺あんまり雨降らないね。念のため折りたたみの傘があるといい一日でしょうね。明日も降るんだ、降ることは。降らないということもありますし、空気が、ね、入れ替わってきますので、今日もずっと低くなる予想です。横浜28度という表示はありません。真夏日高くなりますから、東京都心28度など暑さ、やばいそうですね。ちょっと湿度が高いのでムシムシ感じるかもしれませんが、比較的しのぎやすくなりそうです。では3つ目の方、辛い、この先1週間その朝晩のしのぎやすい日、ちょこちょこ出てきそうです。まず天気のマークで東京の週間予報を見てみましょう。8月31日までの予報、8月の予報が出揃いました。曇りマークが並んでいます。日曜日は一時雨という予想ですが、その日曜日降るんだ。雨がなくても一時的に雨が降ることはあって、まあ、すっきりと晴れるんですが、でもずっと曇りだね。気温の予想を見てみますと、これはちょっと変動がありそうでして、最高気温低い時は28度、高い時では32度という予想があります。まあ、湿度が高い状況も続きますので、30度前後ムシムシとした日が続く傾向です。ただ朝の最低気温は21度という予想もありますね。平年を下回る日も出てくる予想で、まあ、この先1週間は朝晩しのぎやすい日も多いですから、なんだかんだお盆までだよね。では日中は雲が広がって一時的に雨が降ることがありそうです。3時間ごとの予報で見てみますと、宇都宮に雨のマークはありますが、その他の各地も一時的に雨が降ることはありそうです。降水確率です。1日を通して 30% 前後というところが多くなっています。気温です。朝の気温は今朝と比べると少し低くなって、熱帯夜解消ですね。日中の最高気温も今日より低いところが多くて、暑さにもなりそうです。熱中症予防情報です。関東南部を中心に警戒ランクのところが見られます。風と波です。東寄りの風が吹くところが多いでしょう。海上の波は2メートル前後というところが多くなりそうです。週間予報です。関東全体的に雲が広がりやすいですが、関東北部や伊豆諸島を中心に雨が降るタイミングが多くなりそうです。全国の明日の予報です。沖縄や北海道は晴れるでしょう。九州も次第に晴れてきて、今日カホちゃんの美容院来たのよ。カホちゃんの美容院傘が必要になりそうです。予想最低気温、マサちゃんも朝晩仕事入っちゃってて、朝6時からだったから誰もいないから、悪いけど連れてって。日中の最高気温は病院は午前中だ。午前中朝9時まで病院行くの。リハビリ。東日本や北日本は29度前後。9時まで忙しいな。週間予報です。タクシーで行くんだからね。その他広島や福岡など日本海は昨日から日曜日にかけて晴れるところが多いでしょう。東日本や北日本は雲が多く、北日本を中心に土曜日、日曜日雨の。タクシーで行き、どこの行くから、うちから旗の台まで。夜冷房使ったんですけど、旗の台の障害台まで5800円。窓を開けてね、大変だ、大変だ。ほんで今まで往復タクシーだったんだって帰りも、だけどさすがにさ、リハビリにも兼ねてさ、ゆっくり歩けばいいんだからさ、駅まで歩いたっていくらもないから、駅まで歩いて電車に帰ればって。でお母さん迎えに来るって言うから、今から35分の電車に乗りますって言うから、35分の電車に乗りますって。もうこっちリハビリ終わっちゃって、会計も終わっちゃってるから、でこのまま駅まで行くから、まだじゃん、じゃあ蒲田駅まで来てって頼んで、で蒲田駅まで連れてって、でじゃあ私このまま仕事行くから、蒲田かな、池上線乗って旗の台まで行くのよ。こちらのクリニックの発熱外来では、先月中旬以降、
連日70人から100人の患者を診察しています。診察の合間や昼休みに入力しているのが新型コロナの患者の発生届です。感染者の全数把握のため国が提出を求めていますが、感染拡大が続く中、入力作業に1日3時間前後を費やしているということです。その感染者の全数把握について今日午後、岸田総理大臣は見直す方針を明らかにしました。保健所や発熱外来の逼迫緩和です。自治体の判断で患者届出の範囲を高齢者、入院を要するもの、重症リスクがあり、治療薬投与等が必要な方などに限定することを可能といたします。その上で、変化するオミクロン株の特性を踏まえながら、できる限り感染防止と社会経済活動の両立を実現していくため、対応を加速してまいります。クリニックの医師は、負担がかなり大きかった。それがなくなることで楽になる部分はあるとは思うんですけれども、一方で重症化リスクが低いと判断されて、ちょっと稀にんですけれども重症化してしまうような方もいらっしゃると思うので、そういった方々たちをこうどう対応していくかというのが、今後我々が考えていかなければいけない課題なのかなと。感染者の全数把握はなぜ見直すことになったのか、そして見直しによってどう変わるのか見ていきます。まずは見直しの経緯です。感染症法では新型コロナを診断した医師に対し、すべての患者の氏名や年齢、連絡先などの情報を発生届として保健所に提出するよう義務付けています。発生届の提出は国が導入したハーシスと呼ばれるシステムを使用して行われますが、いわゆる第7波で爆発的な感染拡大が続く中、入力や確認の作業が大きな負担となっていました。医療現場や自治体などから見直しを求める声が相次ぎ、加藤大臣が先週の国会審議で速やかに対応する考えを示していました。では今回の見直しによる変更点です。発生届の対象は自治体の判断で高齢者や重症化リスクが高い人などに限定できるようになります。マイハーシスなんて神奈川県まだないんだからね。発生届の対象外となる人が出てきました。本当に感染者の人数は把握するとしていて、感染者数の推計は続けられることになります。ただ発生届の対象外の人が自宅療養中に体調が悪化しても気づきにくくなるなどの懸念もあります。全数把握を見直す政府の方針について、東京都の小池知事と大阪府の市長は、そこも線路案だろ、どこの作業ドルの確認していかなければならないと思って、あそこ行ってきたの、あそこまで教授に行ってる人いるんだよ、それを送ってあのバス、マイクロバスに乗せられて、ただついて出ただけだよ。広いんだが、もうこの広いよ、どうなるのびっくりした。あらら、どこまで行ったの、なんてことはわかんねえ。だからちょっと判断しづらいなと。加藤厚生労働大臣は今夜厚生労働省で開いた社会で、あそこの線路があんだ、届け出た都道府県は日ごとの感染者数を数と産業道路とさその下をダーッと行ったの、厚生労働大臣が定める日から届け出の対象を65歳以上、入院を要する方、重症リスクがありコロナの治療薬の投与や酸素投与が必要と医師が判断する方、じゃあ何、シエフ島の方まで行ったの、シエフ島の方まで、シエフ島郵便局ずっと通り過ぎて、シエフ島はまでは向こうには行かない、今日の厚生労働省の審議会で、あの昔の昭和電工のあたりでしょ、総理を交付し
速やかに取り組みの検査を実施して、だってあの辺まだ住んでる人いるもん。いっぱいいるんだな。うん。だけど工場主体だな。この他の対応方針です。まず水際対策の一環として、日本人を含むすべての入国者に求めている陰性証明書の提出について、来月7日から3回目のワクチン接種を済ませていることを条件に免除する方針を示しました。また。患者に求めている自宅などでの療養期間については全体的な感染状況の推移をしっかり見た上で期間の短縮などを含めた全体像をできるだけ速やかに公表したいと思いました。さて、そうした中、感染拡大の第7波の収束は見通せません。昨日までの1週間の新規感染者数は前の週と比べて全国で 1.19 倍、東京、神奈川、沖縄以外は増加しています。自宅療養者は140万人を超え、特に一人暮らしで容体が急変した場合の対応が課題になっています。苦しいね。そうですよね。ベッドに寝ているのは新型コロナに感染した男性です。看護師が訪問した時には血液中の酸素の値が低下していて救急車を呼びました。男性は一人暮らし、軽い認知機能障害があり、状況が悪化しても自分で救急車を呼ぶことはありませんでした。救急車呼びましょうか。第7波で急増した自宅療養者、厚生労働省によりますと先月13日には32万人余りでしたが、過去最多を更新して150万人を超えた時もあります。こうした中、一人暮らしの患者の体調の変化をどのように察知していくのか、都内の保健看護ステーションが活用しているのが SNS です。はい、こな町屋に38の熱があるんですみたいな LINE に来て、この女性は LINE でやり取りをしていた中で息苦しさを訴えるようになり、看護師からすぐに救急車を呼ぶよう勧められたといいます。こんな熱ごときで呼んでいいのだろうか、呼んじゃ悪いのかなと思ってちょっと躊躇しましたね。これよかったら誰に相談すればいいんだろうと思いました。過去の感染拡大時、去年夏の第5波の際は都内で自宅療養中に亡くなった人のほぼ4人に1人は一人暮らしだったとみられるということです。医師は一人で自宅療養する際は高熱が3日から4日引かない、息苦しさが出るなどした時にはためらわず救急車を呼ぶよう呼びかけています。ちょっと体調変化を自覚したら、よく誕生日どうするっすだら、まあ、かかりつけの先生何もやりで行っちゃったんだよ。まずは相談をすると、そういった方がいないということであれば、まあ、救急車が呼ぶことを躊躇しない。今日の感染状況です。これまでに24万3483人の感染が確認されています。行くって行くって、ゆうすけどこに行くの。ここに来るって。だからその会場に行くって。どこでやんの、わかんないよ。だから行くやるかやらないかわかんないじゃん。どこでやるの。どこでやんだよね。またどこでやろうか。修介が探すからでいいんだ。次世代の原子炉の開発や建設を検討することを。次世は何食べたいのよ。脱炭素社会の実現に向け政府が開いた。一番最後は中華だったっけ。グリーントランスフォーメーション実行会議。おお、俺は何だってんだよ。電力の実現。97歳だっけ中華。エネルギー安全保障に対応するため。あそこに写真あるけど。原発実機に加え、来年の夏以降、追加で7機の再稼働を目指す方針を確認しました。電力需給逼迫という足元の危機克服のため、あれ99だよ。うん、不足の事態にも備えて万全を期待する。やっぱりちょっと、これまでに再稼働している原発は九州電力、関西電力、四国電力の合わせて6原発10基です。
この原発に追加して政府が来年の夏以降再稼働を目指す方針なのが、福井県にある関西電力高浜原発の1号機と2号機、新潟県にある2018年4年前だ6号機と7号機など7機です。22年だから今違うよ、やったのが、最後にやったのが、この俺の誕生日、こうした認識、こうした観点からですね、2018年9月7日、あらゆる選択肢を排除することなく、検討していくこと、19、20、21、22、再稼働の時期が見通せない状況の原発も、これの次ってどこでやったんだ、ゼロ対策上の重大な不備が相次いで発覚。原子力規制委員会による検査が現在も継続しています。また東海第二原発は安全対策工事なんかどっかでやったね、これの後ね、周辺自治体の避難計画の策定が終わっていません。この2つの原発は地元からの同意も得られていません。政府の方針に地元からは、これの後はあれか、ばあちゃんのあれがあったからやってらんなかったんだ。あんまりしてほしくないな、うん、電力不足もあれ緩和されると思いますからね、個人的には大賛成ですね。というのはエネルギー政策の関係上で、まあ、どういうふうに国が進めていくかということの、まあ、話なんでしょうけど、まあ、それと、まあ、地元の、まあ、理解を求めていくというのはまた別に考えているんですよね。まあ、そこはもう国の考えを聞いた上で、まあ、判断していきたいと思います。今日の政府の会議では、中長期的には2050年のカーボン中華でやったやつだよ、などに向けて既存の原発を最大限活用するため、中華屋さん最大最長6現在最長60年まで可能な原発の運転期間の延長を検討することも明らかにされました。ゆうたくん、ちっちゃいこと、かわいいな、ゆうたくん。これまで政府として想定していないとしていた原発の新増設を、こっちは言うもんか。ではももちゃんちの子は寝ちゃってるし、もう食べて。開発や建設などを検討するよう指示します。これじゅんちゃん。新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発建設が、しゅうちゃんも若いね。今後の政治判断を必要とする項目が示されました。これはあそこで出たやつか、うん、銀流会でね、そう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 、中見せ、うん、中見せの中華屋さん、うん、旧統一教会との関係をめぐり、岸田総理大臣は自らと教会との関係は僕の声を否定した上で、自民党の茂木幹事長とも協議し、党としてさらに踏み込んだ対応を取るよう支持する考えを示しました。岸田総理大臣は今日記者団に対し、うん、ももだ、自らと旧統一教会との関係について、マサヨに、カホに、ユータ、コウコ、ユースケ、知れる限り、ジュンちゃん、教会との関係は、スミレに、ジュン、うん、ジュンちゃん、スミレに明かりが隣にいるんだけど、明かりこっちだね、旧統一教会の関連団体の議長を務めていたなどと週刊文春が報じたことについて。郡会長は旧統一教会に関連しているという認識がなく、すでに議長を辞めたと聞いていると、じゃあ大優吾リサ、私しゅうちゃんだで、高橋、社会的に問題が指摘されている団体との関係を持たないことを党の組織統治の指針となるガバナンスコードに盛り込み、どれチェック体制を強化すべく検討を進めているところだとした上で、次のように述べました。うん、もう一段踏み込んだ、もうじいちゃん的な体制の整備を始め、主役だよ、国民の皆さんの不信を払拭するための方策について、うん、幹事長とも協議をし、必要な指示を行っていきたいと。もうおでこ減らんだもんな。野党からは、うん、今になって大ちゃんも白いよ、政治に迷うの、うん、そして大ちゃんもだよ、国の疑問に答えていない。あの本当に数多くの自民党議員が自治体議員も含めてこれまで長く関与してきた、関係を続けてきたというのは間違いないことですから、マサヨンチは家すぐ来るけど、もう逃げられないと、マサヨンチは家はすぐ来るけど、調査体制を整えるべきだと思います。当然党として全ての所属議員の調査をすべきだし、その結果を公表するべきだと思いますね。ウクライナへの軍事侵攻開始以降、
ロシアのプーチン大統領は経済的な支援の拡充など、うん、政権への支持を意識した大統領令に署名し、何を食べたいかだよね。これニュースか、どれ、神経を尖らせているのが伺います。違うよ、これたかし、進行開始、しゅーちゃんこれ、ゆうすけこれ。ウクライナでの戦況が膠着しているものの、支配地域ではいわゆるロシア化を一層強めています。軍事侵攻から半年となった24日、ウクライナの首都キーウです。24日は旧ソビエトからの独立記念日にもあたります。Звичайно, що 31 річницю нашої незалежності ми собі уявляли зовсім інакше, і кожен з українців працює на цю перемогу. 一方、東部ハルキウ州、ロシア軍が攻撃を強化するとの見方から、市民に外出禁止令が出されています。Ми будемо битися за неї до кінця, з єдиною метою – збереження незалежності та перемога України. ロシアによる軍事侵攻の開始は今年2月24日。首都キーウも攻撃を受けました。そして戦線は東部に。イギリス国防省の分析。今日はジョージンで3枚食ってた。ああ、そうなんだ。東部のドンバス地域の3枚出てるもんね。装備品や兵員不足に悩まされ、軍の大部分の士気も低下しているということです。一方でプーチン大統領の側近の下院議長らを支配地域へ派遣するなど、惜しかった、ロシア化を一層強めています。油乗ってて、油乗ってなかったな、乗ってなかったな。ウクライナ人たちが母国の現状に関心を持ち続けてもらいたいとデモを行っています。渋谷駅前には今井キャスターが行っています。渋谷駅前です。50人以上のウクライナ人の方が集まりました。お茶飲んでね。お茶さんのプラカードを掲げて、飲めないといけないのに。ウクライナに水は飲まなきゃダメだよ。しいと訴えています。7時から始まったこのデモを、この渋谷でもですね、多くの人がじっと立ち止まって見つめています。2ヶ月前にウクライナから日本に留学をしてきた女性の方に話を聞きました。この半年、毎日攻撃が続いていて苦しい。その一方で日本人の支援は温かい、これからも祈るだけでもいいから同じように支援を続けてほしいと話していました。また別の方はロシアに対して早く自分たちの国に帰ってほしい、今回の軍事侵攻の責任を取ってほしいと話していました。そのロシア、この軍事侵攻の長期化で今国内にも変化が起きています。プーチン大統領がウクライナ政府に虐げられた人を保護するとして始めた軍事侵攻。ロシアの市民はどう受け止めているんでしょうか。一方で、не самый лучший вариант. Хотелось бы, конечно, чтобы это пораньше закончилось, все вот, вот завтра проснулся и увидел. Сильно умею. Это только これで最後でしょ。プーチン政権によって外国のスパイを意味する外国の代理人に指定され、圧力を受けながらも活動する独立系の世論調査機関が先月下旬調査を行いました。軍事作戦を支持する人が合わせて 76% と依然として多くなっています。一方で若い世代の関心は低下、情勢をとても注意して見ていると答えたのは 8% でした。これどこの武道だっけ。世田谷。また
ロシア軍で虐待が行われているという告発も。 NHK が入手した20代の兵士の初めてなのよ。この兵士はあの初日に行かないで次の日なんか行ったの。攻撃を受け、それも午後何にもなかったよ。させてもらえる戦闘への参加を拒否したところ、強制的に施設に収容されたということです。将校が戦闘の継続を決める。原因不明で死亡した兵士もいたと。ちょっと見やきちゃうけどね、うん、いつもならもっと大きいんだけどね。だからもういいのからみんな亡くなっていくからしょうがないよね、うん。Их нужно, естественно, ликвидировать. Мы должны говорить. Это наша роль сейчас. 長期化する侵攻。やむなくロシアに避難した人はどう思っているんでしょうか。東京からオンラインで取材。顔を出さないことを条件に女性から話を聞くことができました。女性は東部マリウポリから家族で避難。ロシア国内の施設に入るよう言われました。ロシアで仕事を得るためにパスポートの申請手続きを進めています。あ、大丈夫。あ、グッドさん。美味しくいただきました。一粒ぐらい。食べ、欧米がプーチンの戦争と非難する軍事侵攻。その本人は国内で批判的な世論が高まらないよう神経を尖らせています。侵攻が始まった矢継ぎ早に大規模に広がって、うん、その数は少なくとも200を超えているとみられます。母ちゃんの杖を買わなくちゃいけないね。その内容です。国内向けには経済の安定や産業支援、子ども手当の拡充など政権への支持を意識したものが目立ちます。